マリュウ、また良くないことが起きたの？ご自由に、買わなくても大丈夫だから。テイワット観光ガイドのリーユエ編を探してるんだけど、ここにないか？ああ、その本はあまり人気ないから結構前から置いてないよ。モンド編は面白かったのに、残念だ。その本の作者って変わってるからね。ガイドだけどあまりガイドとして使えないんだよ。売れないどころか、その本のせいでお客さんから苦情が入る始末だし。モンド編は冒険譚として読んでて面白かったのに、残念だな。とにかくここにはないから諦めて。どうしても読みたいなら上級殿のところに行ってみるといいよ。上級殿って？警察層に住んでてね、様々な絶版本をコレクションとして集めてるんだよ。短気なところもあるけど、本の話になると結構話しやすいから安心して。彼がまだリーウェ校にいた頃、うちの常連さんでね、今でもたまに彼に本を送ったりするよ。今絶版本と言った？ではあの絶版した新小説劇録第6巻も彼のコレクションにあるかもしれないということ？あ、これは失礼した。僕は行く秋、たまたま通りがかった読書家だ。僕も本を探してるんだ。せっかくだから一緒に警察さんに行って、その上級殿というものを尋ねようと思うが、どうかな？本を愛する同志だ、かしこまる必要はない。終わりだ、天の裁きだ。ん？何かね、用件があるなら手短に言ってくれ。絶版本をたくさん持ってるって聞いたぞ。テイワット観光ガイドのリーユエ編を借りたいんだけど、持ってるか？本の話はやめてくれ、聞きたくもない。双眼巨炎が閉鎖されてから
うちの鉱石の売り上げは激減だ。その上ファデュイまで邪魔してくるし、支払いのためにわしの愛書は全て質に入れたよ。これがどういう意味かわかるか。違う、本はわしの人生だ。わしが一生かけて集めた大切なコレクションが全部なくなったんだよ。君たちに叫んでも意味がないことくらいわかってる。それより早く金を作る方法を考えないと。他に用がなければ帰ってくれ。世間話する気分じゃないんだ。それはあの新小説劇録の第6巻も質に入れたということかな。おや、そのタイトルを知っているとは。君はなかなかにいいセンスしてるな。オイラたちにはセンスがないって言ってないか。それは時代を代表する記書の一つだ。出版された時は誰も興味を示さなかったが、後に武教小説に対するイメージを変えるものとなり、それを模倣するものもたくさん現れた。最初の印刷数はかなり少なく、すぐさま絶版したんだよ。その後重版されたのだけど、続編として出版された第6巻だけはなぜか再版されなかった。そうそう、その通りだ。数がとても少ないから、どれだけ金に困っても質には入れられないよ。つまりその本はまだここにあるということだね。ああ、唯一わしの手元にあるコレクションだ。おい、お前いつまで待たせる気だ。赤白売るのか売らないのか。ヒゲ最高様を怒らせたらファディを怒らせたことと同じだからな。どうなるか分かっているんだろうな。また君か。それでも7割も引かれた値段で売るわけにはいかない。そんな値段で売ったら永遠に本を取り戻せなくなる。そんなことは知らん。本を読みたいか生きていたいかお前が選べ。それとも本を抱えて棺桶に入りたいのか。そんな。お兄さん、商売というのは互いが合意した上でするものだ。強要はいけない。なんだお前。お前には関係ないだろ。コカハユクアキ、ただのおせっかい者だ。コカハ、今コカハと言ったか。この時代にまだコカハを口にするやつがいるとはな。ただの名前だけのモンパだろ。よくも俺の前に立てたもんだ。正義と肩書きは関係ない。君も虎の威を狩る狐のような召使いだろ。お前首を洗って待ってろ。絶対に痛い目に遭わせてやる。あとお前もだ。あの鉱石は何が何でも売ってもらうからな。はあ、生き地獄とはまさにこのことか。ところで例の本は貸してもらえないだろうか。いいんだ、心配してくれる人なんて求めてはいない。さっきかばってくれた礼に貸してやるよ。ありがとう。この本を3年も探してたんだ。この恩は必ず返す。そういうのはいい。本をちゃんと返してくれれば大丈夫だ。コカハの弟子に期待なんかしていないしな。おい、もう行くのか。まだ何も解決してないだろう。彼がまだ戻ってこない。ここで本を読むのがお前の正義なのか。へえ、こんなことが。なるほど、面白いな。おい、話を聞け。人気なのもうなずける。
ノイ。そうだな、鉱石を安くしないと痛い目に遭わせるって、まるで強盗みたいだ。勝手に僕を仲間外れにするな。聞こえてたんじゃないか。この本を借りたのは、このままだと上級殿がこれを質に入れるだろうと思ったからだ。彼に言った言葉は嘘ではない。恩を必ず返せ、それが義経というものだ。この本は僕が代わりに保管する。そして彼の他のコレクションも僕が何とかする。もちろん方法はある。すでに心当たりもあるし、あとは司祭を決めるだけだ。ここで少し観察させてくれ。あまり時間はかからないから。まだこんなとこにいたとはな。さっきのがただの脅しだとでも思ったか。バカ派のくせに大した度胸だ。ああ間違えた、コカ派だったな。灯籠が斧を持って竜舎に向かうということわざがある。あ、何言ってんだ。帰ってくれ。強引な商売は僕が許さない。それに相手が恩ある上級殿ならなおさらだ。お前またそいつの味方をするのか。タイミングが悪かったな。今日はファデュイの方が後ろについているんだ。コカ派のやつなんて目じゃない。僕はまだ若いが、それでも数年世間を渡り歩いてきた。悪人を恐れる必要がどこにある。ならこの俺が痛い目に遭わせてやるよ。相手を間違えたら覗きま、はい、へっ、はっ、石ころかと思ったら、まさか神の目だったとは。今日のところは見逃してやる。このままで終わると思うな。覚えてろよ。痛い目に合わすとか言っていたけど、彼には一生無理だろうね。ああ、でも神の目を使って相手を倒しても弱い者いじめみたいになるからね。あまり使いたくないんだ。僕も門派を立て直したいという気持ちはあるけど、それは一朝一夕でできるようなことではないんだ。あいつら今は言ってくれたけど、きっとまた来ると思うぞ。ああ、恩人殿を困らせるわけにはいかない。商売にはやり方があるんだ。この件は僕が最後まで責任を持つよ。ファドゥイが商人の味方をするとは考えにくいけど、あの召使いの態度を見た感じ嘘ではなさそうだし、本当に手を組んでいるのかもしれない。それに先ほど奴が言っていた重西公、その名を聞いたことがある。彼の屋敷はリーユエ公でもかなり目立つんだ。君たちは何か手がかりがないか探してきてくれないかな。まあお前の考えは筋が通ってるけど、お前はその間何をするんだ。僕は他に調べたいことがあるんだ。そうだな、後でリーユエ校の玉境台で集合しよう。本当だよな。
オイラたちを雑用係として使ってるんじゃないよな。おお、そんな考え思いつきもしなかった。素晴らしい。言葉にできないほどの良案だ。腹が立つぞこいつ。殴りたい。わかった。でもオイラを怒らせた奴には嫌なあだ名をつけてやるぞ。そうだ、本の虫にしよう。何者だ？ん？それなら連絡が来ているはずだが、旦那様は本日急な用件があるゆえ、面会はすべて取り消されたぞ。用件って？旦那様は近頃ある事業で忙しくてな。今日も朝から大事な客人を迎えに行かれた。今どこにいるんだ？すまないが、誰にも言うなと旦那様に言われている。いやいや、そういう意味じゃないんだ。気を悪くしたならすまない。すまない、悪かった。旦那様は今新月圏にいるんだ。どうか許してくれ。旦那様には言わないでくれ。ふん、こっちも急用があるからな。今日のところは許してやるよ。重西公との商談がうまくいったらお前の無礼を忘れてやる。感謝する。その商談に元神様のご加護があらんことを。お前に演技ができたなんてな、知らなかったぞ。お前に騙されないよう、オイラも気をつけないとな。けど、あの門番が言ってた大事な客人って、多分、ファデュイのことだよな。おう、早速新月圏に行こう。新月圏は人気だから、人混みに紛れればバレないと思うぞ。でも、この世界も俺に答えているのか。わかっています。
必ずや注文は成し遂げます。しかし部下の話によると進捗はあまり良くないようだが、協力的ではない人間がいるとか。そうだな。あ、ええ、材料の仕入れに少しトラブルがありまして、石箔がまだ入手できていないんですよ。でも心配いりません。あの上級殿が売ってくれなくても別のものから買えばいいだけの話です。ならいいだろう。前にも言ったが、ファデュイは結果を重んじる。そのためならファデュイは支援するが、期限通りに納品できないなら我々の善意もタダではないということを覚えておけ。ええ、分かっていますとも。お世話になっているんですから期待を裏切るわけにはいきません。ああ、結果が楽しみだ。上級め。シゲサイコ、やっぱりファデュイと手を組んでるみたいだな。このことを本の虫に報告しよう。あっちもうまくいってるといいけどな。調べたいことがあるとか言ってたくせに、結局本を読む場所を変えただけじゃないか。なるほど、予想通りかな。本当に予想してたのか。策はもう考えたよ。この手紙を飛雲商会に届けてくれないか。彼らなら何をすべきか分かってくれるはずだ。わけあって僕は一緒に行けないけど、手紙の内容は読まないでくれよ。うわぁ、汚い字だな。こんな字読もうと思っても読めないぞ。だから読まなくていいと言ったんだ。読んでも読まなくても意味がないからな。飛雲商会にはこの手紙を読める人がいるから心配ない。けどあの飛雲商会が協力してくれるのか。あそこってリーユへの大商会の一つだろ。オイラたちに協力してくれる理由が見当たらないけど。リーユへに来てからよくその名前を耳にするだろ。いろんな事業がその商会と関係してるんだ。そんな大商会が協力してくれるんならもちろん助かるけど、協力のあてはあるのか。それなら心配ない。僕の考えが正しければ彼らには僕と同じ義教の心がある。この真摯な手紙を読めばきっと助けてくれるさ。シゲ最高にお仕置きするなら僕たちの力だけじゃ足りないからね。それに僕がしたって他の人に知られたくないし。上級に恩返しするって言ってなかったか。ことが終われば衣を払い、功と名を深く隠す。これが義教の根底だからね。一滴の水の恩を湧き出る泉をもって報える。それが恩返しだ。僕は貸しを作りたくないし、お返しもいらない。かっこいいこと言って、本当は本の続きを読みたいだけだろう。では手紙を飛雲商会に届ける件は頼んだぞ。彼は瑠璃亭の近くにいるはずだ。無視するな。
邪魔するぞ。協力してほしいことがあるんだが、これを読んでくれないか。手紙？ああ、またか。いえいえ、ただの憶測です。手紙を確認するので少し待っていてください。読めるのか。そもそも本当にテイワットの共通語なのか。うん、確かにこの字は真似できるものではありません。お二方さん、遠路はるばる疲れたでしょう。この飛雲商会がおもてなしします。焦ることはありません。手紙のことは分かりましたが、準備するのに少し時間がかかりますから。お二方さん、瑠璃亭で天津を召し上がって海の景色でも楽しんでください。お、天津があるのか。そこまで気を使ってくれるんだな。客のもてなし方は飛雲商会の必修科目ですから、客人をおろそかにすることはできません。案内しますから、お二方さん、こちらへどうぞ。適当にあしらって終わるか、追い出されるかと思ったけど。本の虫は案外やるんだな。お待たせしました。手配が終わりました。重西公にはお金と勢力があるので、普通のお仕置きでは効き目がないでしょう。同じことをさせないためには彼に上級殿と同じ苦しみを味わってもらうしかありません。重西公の商いが赤箔と関係あるなら、このリーウェの赤箔を全て買ってしまえば重西公は窮地に陥ると思います。材料がなければどれほど優れた職人でも商品は作れませんから。なるほど。そうなったらファデュイの注文を達成できなくなるもんな。でもリーユエは広いし、赤箔を全て買うなんて大変じゃないか。ええ、すぐにはできません。手紙に書いてあったようにお二方さんの協力も必要になります。まずはリーユエ港の中の店舗ですね。その場所を地図上に記しておきました。それから双眼巨炎でまだ買われていない赤箔も買っておく必要があります。最後は上級殿のものですね。おう、城内の3店舗、双眼巨炎、上級だな。覚えたぞ。もちろん購入するための費用も心配ありません。おお、モラがこんなに。これって瑠璃亭を1ヶ月間貸し切りできるほどの額だぞ。こういうことは初めてではありませんから、慣れてます。お二方さんはただ取引をすればいいです。運搬などは飛雲商会にお任せください。赤箔の購入が終わったら飛雲商会の倉庫に来れば面白いものを見れますよ。あいつ、ああ見えて案外頼もしいな。リーユエコ、双眼巨炎、最後は上級、この順番で行こう。ごゆっくりお召し上がりください。
いらっしゃい。何かお探しですか？すべて？実はすでに数人と商売の約束をしてるんですけど、でも口頭での約束のみで契約書がまだなんですよ。どうやら相手が悪事を働かせようとしているみたいでね、未だに商談が成立していないんです。悲運商会だったんですか？おお、なるほど。どうやらリーユへの商業界に新しい動きが。あ、なんでもないです。気にしないでください。ただの独り言ですから。さて、契約を始めましょう。先約のことは心配しないでください。相手は手付金を払ってないし、こういうのは商売上よくあることですから。ありがとうございます。今後もよろしくお願いしますね。すまないが、商品はすべて品切れだ。また今度にしてくれ。おっと、スネージナヤのやつが買いに来たのかと。赤箔ならあるにはあるけど、でも全部スネージナヤの工場に卸す予定だ。小口での商いはしない。儲からないし、管理がめんどくさいんだよ。だからすまんね。そうか、あ、ちょっと考えるから待ってくれ。いいだろう。ならこの契約書にサインしてくれるか？ああ、リーウェ人はお金持ちだな。おい、少し黙っててくれないか？すべて？言っとくが、うちはこう見えて仕入れ先が多い。全部は買えないと思うから、欲しい数量だけいいな。悲運紹介？それならそうと早く言ってくれよ。うん、悲運紹介であれば安心だ。すぐ手配するから早速契約しよう。ヒヒ、スムーズに終わったな。お金があるっていいな。次は双眼鏡に行こう。おとなしく仕上がれ。
こいつはどうだ。来たか。飛雲商会がリーウェコーで石箔を買い回ってると聞いてな。来ると思ってたぞ。ここにはまだ出荷されていない石箔がある。値段次第で譲ってやってもいいぞ。先方も高値を言ってきているからな。700万もらなら譲ろう。はあ、リーウェコーで買ったの全部で200万もらもしなかったぞ。仕方ないだろう。金を出す者に売るのが常識だ。それに君たちに売ってしまったらこちらも契約違反で大金を払わなくてはならない。君たちには君たちの理由があるが、こちらにも理由があるんだ。買わないなら帰ってくれ。分かった分かった。高いけど買う。今後この担当との商談は全部4倍で売ると旦那様に言いつけてやろう。え、そこまでしなくても。いやいや、君たちの金じゃないだろう。そんなに本気にならなくても。紹介の金でも多く使えば旦那様に説明できないだろう。その時はお前の名前を報告するしかないよな。お前がわざと値段を上乗せしたって。悪かった、すまない、許してくれ。だが実はここの鉱石の運搬中に少しトラブルがあってね。何台かの運搬車がヒルチャールの襲撃を受けてしまったんだ。詳細な場所はこちらもよくわからない。しかし鉱石を回収しないことには売ることもできない。どうか探してもらえないだろうか。運搬車は全部で5台ある。全部見つけてくれたらすぐ契約に応じよう。それはもちろん。まだリーウェで商いをしたいからな。仕方ない、行くぞ。俺に答えているのか。
記録して。目標発